さあ次は日本の選手です。ただ一人このエキシビションで滑ることになりました。スイズルミ選手、ショートプログラム5位、フリースケーティング6位、総合で5位でした。あの世界ジュニアはね、あの女子3人出たんですけどね、スイズさんが頑張りましたね、はい。彼女はあの今のルールに、まあ、どっちかというと日本の選手の中ではね、割と評価されるような動きをする選手なんですよね。それがやっぱりこの世界中では発揮できたという形で評価されましたよね。Beim Finale wurde er allerdings schon Dritter und hier bei den Herren auf dem fünften Platz gelandet. Aus Kanada mit